キチャンネル。じゃん、こんにちは。さあ今日は、はい、崖っぷち選手のその後セリーグ編です。はい、ね、数々の崖っぷち選手がいましたけども、はい、落ちたのか、うん、たまに住んでるのか、はい、ね、よじ登ってきたのか、はい、どうだったのかっていうね、好きかっていう企画でございます。はい、今の状況はどこにいるのかというね。はい、はい、じゃあまずは、はい、じゃあ最下位だった中日から、うん、はい、まあ、あの又吉のね、はい、移籍で、まあ、岩崎来るけども、うん、このリリーフやっぱ枠が空いたところで、うん、誰が掴めるかチャンピオンスやっていうところでね、ここで掴めないともうやばくなっちゃうよ、うん、立ち位置っていうところで鈴木浩と、はい、田島っていうところをね、うん、上げてましたよね。上げたんだけどもね、そのリリーフに座ったのが、はい、なんと先発からリリーフに転向したロドリゲス、うん、はい、そして新生清水っていうところがね、うん、出てきて、まあ、2人ともね、あの勝利の方程式には入らなかったけれども、はい、田島はね21試合登板、うん、1軍で、まあ、防御率 4.57 と、はい、まあ継続だね。でも頑張ったけどね、うんうん、もうちょっとその防御率っていうところでは抑えていきたいね、はい、でもこう一軍の戦力には徐々にね、あの返り咲いてきたっていう、うん、まあ、怪我もあったからね、はい、まあ、その中で、まあ、もうちょっと頑張りたいね。 4.57、 まあまあ、でもあの崖でこうなってたけど、うん、崖の上には上がってそこにいるね。まあ、一軍で登板してるという時点で、そう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 、うん、でもまだすぐ横崖だからね、はい、来年安心できない。まだ危ない。でもまあまあいい感じ、うん、はい、で、鈴木、はい、鈴木浩、今シーズン3試合登板、うん、2試合先発してます。そう、先発転向なんだよね、はい、だからまあこれはもう崖っぷち続くね、うん、高橋も出てきて、うん、ね、新人もね、はい、入ってくるっていうことを、そうですね、考えればね。しかも結構あれですよね、トレードとかでピッチャー獲得してますよね、中日。そうそうそう、涌井とかもね、そうなんですよ、来るしね、はい、だからちょっとまだ鈴木浩はこれだ、この状態だね、うん、もうやばいよ、はい、残らないとね。そうですね。で、阿部、はい、阿部もお前お一軒家でこれ崖っぷち上げてたんですね、阿部選手。いや、それはあの、はい、高橋周平がセカンドで、うん、で、石川がサードになるからポジションなくなってくるから、そういうことか、やっぱ頑張んないと、はい、あのもう出るとこないし、外野も挑戦してるっていうところで、やっぱこの勝負の年になるんちゃうかっていうところで、はい、で上げてたら石川は怪我して、高橋怪我して、はい、でチャンスを得たら、うん、そこで一気に活躍して、はい、ね、中日でいうと日本人最多打点、うん、で打率でいうとあのオスナとより二輪下で、うん、大山より二輪上っていうね、はい、いい形でできてたけど、でもう崖じゃないんだよ、はい、普通にマンションで、うん、コーヒー飲んでた、はい、ら、いきなりドンドンドンって言われて、はい、強制引っ越しですだからまあまあ、それで仙台の、まあ、維持マンションにね、うん、住むという形になって、そうそうそう、まあ崖っぷちは解除したけどね、そうですね、あのまさかの引っ越しっていうね、うん、はい、ちょっとびっくりしましたけどね、うん、崖落ちるパターンは今まで結構あったし、うん、そのもう崖にいないパターンもいっぱいあったけど、はい、崖じゃないのに引っ越しは初めてケースだね。そうですね、うんうん、だからある意味中日で崖っぷちだったね、はい中日の崖には落ちたね。そうですね、うん、でも落ちたけど、うん、あの落ちたと思ったら夢で、はい、部屋のベッドの上だったけどね例えが、はい、まだでも頑張ったね、いや阿部はね、大活躍でしたな。そうそう、まあ、来季に向けてのもね、うん、まだ期待値も上がるし、はい、で根尾もね、はい、もう勝負やろって言ったら、うん、崖落ちたよ。いや、落ちたって言うんですか。落ちたと思ったの、はい、普通だったら落ちてドーン行くんだけど、うん、落ちたと思ったらそこに地面があったんだよ、はい、あっって、はい、あっピッチャーですかみたいなそういうことですねで野手としての、野手としてのもう崖はね、うん、もう奈落の底に落ちたね。うん、落ちたけど、はい、すぐ地面あって、うん、救助の、はい、ピッチャーやるなら助けてやるけどどうやってやりますってっていうことですね。もうだから来年か、もうひょっとしたらいいところで投げるかもわかんないね。そうですね、今年の1年間の経験をもとに、はい、来年まだこのオフも含めてピッチャーのトレーニングして、うん、来季に行けばまあ面白い。しかも先発だったら打席立つからね、はい、だから先発になった方がいいよね。ああそっか、そしたらまあリアル二刀流的な感じでいけるわけじゃん、うん、はい、だからやっぱリリーフだともったいないからね、うん、ちょっと先発目指して頑張った方がいい、ね、ああじゃあ来季楽しみですね。そう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 、うん、そういった意味ではドラゴンズね、うん、まあまあいい形の頑張りっていうのが見えるけども、はい、まあ、鈴木だけ来年もまだ崖っぷち続くんちゃうかって俺は思うけどね。うん、でもまあまあも面白い存在ね、はいはい、で続いて、はい、
田中康介、はい、もうチーム変えた方がいいかもかんねね。でも自分で変えたいと思ってもなかなか変えられるもんじゃないですか。もうちょっと小園が一本立ちしてね、はい、もうちょっとまだ若いんだけどね、33歳。そうですね、うん、まだもう一つ花咲かせる可能性あるけども、うん、ちょっとカープにはポジションがないね。まあ、もしそれかサードの練習して、はい、坂倉が来年からキャッチャーだから、うん、サードで阿部も引退して、はい、まあ、林とかいるけど、はい、あと新外国人来ると思うけども、うん、サードトライだね。あ、なるほど。もし頑張れるとしたらもうショートは小園が怪我しない限りも小園だから、うん、だからサードとかも練習してもうバックアップメンバーになっていくしかないね、はい。でもショートも今ってもう小園選手じゃないですか、うん、そこがまあどう、あのもし怪我とか何かあった時っていうのはやっぱり田中選手が必要ってなるんじゃないですかね。でも違う若いやつが行く可能性もあるから。そうか、まあ、いるいっちゃいますもんね。そうそう、で若いやつ育てた方がいいから、はい、もう勝負するんだったらもうサードだね。そうか、うん、でももうあの片手外れてるよ、はい、あー今もうそんな状況ですか。まあ、仕方ないね、うん、それはもう弱肉強食だからね、はい、であの左がね、はい、いないっていうところ で、うん、でまあ、左勝負、しかも、黒原と森、はい、若手の左取るし、うん、これはもう勝負になりますよって言って崖っぷちに狙われた高橋光也と玉村ね、はい、これはもうちょっと危ないね。まあその左の2人に抜かれてないけども、はい、自身も伸びない。うん、高橋投手は投げてないんですよね。そう、2軍では投げてんだけどね、うん、はい、今シーズン1軍登板はなし、うん、で玉村も1軍で投げてんだけど、やっぱりその別にね、この狩るぐらいのものはなってないからね、はい。これもし来年ね、その森とか黒原とかが2年目の経験値伸びてきたら、はい、もう本当に居場所なくなっちゃうよ。そうですね、だって床田が怪我して一大事の時でも、うん、結局そこでこう成績伸ばされてないからね、はい、しかもカープ結構即戦力のピッチャーまたルーキーで入りますもんね。そう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 、カード投手とか、うん、増田投手もそうでしたっけ、うん、でも右だからね。あ、まあそうかそうか、だから左っていうところではまだあるけども、うん、いやもうそんなに待ってくれませんよっていう、うん、まあ、全員引き続きだね、2人とも。もうそうだね、危ないよ、頑張んないとね、うん、はい、それはもうあの期待してくれるのはね、うん、今だけだからね、はい、もう抜かれたら終わりだからね、うん、っていうところではちょっと脱出誰もできてないね、はい、うん、で続いて、はい、巨人、うん、梶谷、うん、育成、はい、伊能戦力外、うん、中田翔飛躍ね、中田選手行きましたね、頑張ったね、はい、まあ、ね、あのゴールデングラブも取ったしね、まあ、ベストナインもひょっとしたら入るかも分かんないけど、うん、まあ、オスナもいるから ね、 そ、 ね、まあ、そこら辺どうなるか分かんないけども、うん、中田翔はもう、うん、崖じゃないね、はい、もうターンマッシュいるんじゃないですか。まあでも年齢的なこと考えたら、うん、ゆっくり高層でお茶飲んでるほど安心できないよね。あ、ま、だってまたさ、マッチとかも入ってきてさ、あ、確かに、で中地もいるわけでしょ、うんうん、だからやっぱその何かあったらすぐバックアップメンバーがいるから、はい、まあ、そんな崖にはもういないけども、うん、アドバンテージあるけども、うん、そんなゆっくりしてる状況でもないね。ああ、そっか、うん、まあ、まあ結構もうベテランの年にもなってきますね、34歳、来期ね。そうそうそう、で下手したらね、坂本コンバート案とかも出てきたらまたややこしくなるからね。あ、だからそういった面ではでもまあ頑張ったね、はい、今年はね、うん、まあ、去年のね、うん、ハムからジャイアンツに来てちょっとバタバタあったけども、はい、まあね、2年目ジャイアンツというところではね、うん、いい結果残したんちゃうかっていう ね、まあ、最低限のね、はい、うん、でまあ、梶谷さんはね、うん、育成になってね、はい、まあ、わかんないよ、ルールに抵触してるわけじゃないから、うん、しかも FA 誰も取ってないからね。そうなんですよね、だから人的保障を隠しも減ったくれもいこうないね。でも FA に動いてたりはしてたんですかね、やっぱりさあ、うん、そこで動いてたかもわかんないけど俺らの知るよしのとこでもないね、うん、そうですね、わ、うん、からないでもだから FA で来た横浜からの2人がね、そうですね、うん、うん、引っ越ししてきたけどね、はい、いいところを全く見せてないで、うん、はっきり言いますね、うん、いや今のもかなり優しく言ってるよ。本当ですか、うん、だっていいところを見せてないってすごい優しい言い方よ。確かにそうですね、すごいきつい言い方でしょうか、はい、FA 何で来たのっていう。そうですね、これがきつい言い方だから。確かにいいとこ見せてない、すごい今優しく感じましたよ。優しいやろ、すごい優しく感じました。俺すごい言葉のチョイス選んでんのにさ、それで厳しいって言われたら厳しい僕あるから。すごい優しく感じました、うんうん、一番きついのは FA して何しに来たのって言うんだから、うん、そうですね、うん、そうね、うん、優しいんだよ俺。そうですね、うん、佐藤さん意外と優しいんだなっていうのは私はこの間分かりましたよ。そうなの、うん、何が、はい、一緒に配信した時すごい優しかったんですよ。俺はちょっと風読むからね。
あ、そう、あの空気とか、うん、風読んでくれるんですよね。そうそうそう、はい、あのどっちに行ったら面白いかっていう。そっか、優しい人だけどそれを読んでるのか。どっちに行ったらこのストーリーは面白くなるのかっていう、ね、あ、なるほど。俺は意見どっちも持ってるからね。はい、そうか。だって俺に関係ないことはどっちでもいいね。はい、でもよりどっちが面白いのかと、うん、よりどっちが正当性あるかっていうところの判断だから、はい、なるほど。そうそうそう、スポナビの配信で、あ、佐藤さんって優しいんだなと思ったのに別に優しくなかったってことですね。面白さを考えたってことですね。そう、だから事実に基づいたフィクションだよ。そういうことですね、うん、はい、わかりました、うん、はい、次行きましょう、うん、次、3位、はい、阪神。阪神、木浪ね。だから中野がレギュラーになって、はい、で糸原がもう出てきて、木浪もつって、でも途中から頑張ったけどね、シーズンもね、はい、でまだ木浪はね、まだ崖のままだけども、うん、監督が変わったっていうところでもう一つのチャンスが生まれる可能性あるから、うん、こう来年の4月まで勝負だね。ここでアピール見せとけば、うん、ひょっとしたら岡田監督に変わって、はい、いい形でいけるかも分かんないし、うん、ここでやっぱりダメだなってなってくると、うん、もう本当の崖の下に落ちて、うん、引っ越し、強制引っ越しさせられる可能性十分あるから、うん、そういったところでもこの監督が変わったっていうところと、シーズン終盤ね、2軍でもよかったし、そこでちょっと見せれたから、うん、どうなるかだね。今こうだったけど、ちょっと肘、ここ肘でもここで頑張れなくて落ちていく映画とかもあるからね。ここまで来たのに。いやいや、あるじゃん、よく、はい、うんうん、ちょっともう登っていただくようにね。そうそうそう、頑張っていただいて、でまあ梅野ね、はい、だからまあ坂本起用が多くなって、うん、でまあ梅野に、はい、っていうところ。まあここも監督変わったからね、うん、まだどういう方針になるかも分かんないから、梅野にとってもまあまあまあ崖にはいないけどね。もう去年の活躍で言ったらもう今年ね、あ、こと間違えた、今年か、うんうん、だからまあまあ監督も変わった、まあ、崖にはいないね、うん、はい、普通にね、全然いないと思います、うん、まあでもどこまで勝負できるかね、うん、まあ、WBC 日本代表のメンバーの名前にも入ってこなくなってるからね、はい、そういったところではもうちょっと頑張りが必要かなっていうね、はい、でもまあ崖にはいないね、はい、で小野ね、はい、あのもういないね、チームに、あの戦力外、うん、どこのチーム、どこも取ってないのかな、まだ取ってないの、チャンスあると思うけどね。オリックス、オリックス、オリックス育成、あ、これいいと思うよ、オリックスは。本当だ、再生可能だからね、うん、まあでもまあまあまだ崖継続だね、はい、でもあの近畿で動いてるからね、うんうん、隣の崖に行っただけで、ね、まあまあでもまあここでね、はい、環境も変わって一発逆で、まあ素材はいいからね、はい、そこがどこまで開けるか、結構押してますもんね、勝負だね、うんうん、そういった意味では、はい、だからまあ来年、まあ、梅野は違うけど、木浪と小野はもう来年も継続的崖っぷちだね、はい、うん、だからまあでもチャンスあるで、うん、環境変わったのと監督変わったので、はい、こういう時と使われるチャンスあるからね、はい、まあ、楽しみだね、はい、で次 DeNA、うん、上里ね、うん、だからまああの桑原がね、はい、タワマンでお茶飲んでて、もう一回ここで桑原王国作られたらもう出るようしないぞっていうところでね、うん、まあ頑張ってるけどね、2番手だね。そうです、まだレギュラーをつかみ、でオースティンもね、この、うん、怪我してね、はい、いなかった中で1割8分9厘だからね、打率、うん、95打数81試合出て、だからまあ守備とかダイソーとかも多かったのかな、うん、その割に盗塁6個でね、少ない、ちょっと頑張りどころだね、こう頑張っていかないと、はい、ね、次から来る選手たちに、あの陣内から取ったね、うん、やつもいるしね、はい、梶原、うーん、はい、ね、はい、とかまあいるからね、うんうん、そういったところに抜かれてくると、はい、あのチャンスなくなるからね、だから継続だね、はい、山崎康明、うん、守護神ね、復活、守護神復活してポスティングだから、ね、そうですよ、うん、崖どころじゃないですもん、そうそう、トランプタワー住んでいっちゃう、はい、下手したら下手したらトランプタワー行くんちゃう、うん、大出世ですよ、うん、そう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 、はい、で三島ね、はい、ちょっとこれ怪我でね、うん、っていうところではまあ早い復帰をね、まあ、これはもう仕方ないね、はい、自分の能力とかじゃないから、はい、頑張ってもらいたいっていうところで、まあ神里はもう本当若いやつに抜かれないように来年も、ね、勝負どころだね、はい、もう打たないとね、どうしようもないから、まあ、継続だね、はい、もうちょっと指離れてきてるよ、頑張って、ね、で次ヤクルト、はい、内川ね、うん、まあ、これはもう最後のね、はい、もうこのあの年になってきたらもう首と隣り合わせっていうかね、うん、それはもういつ、ね、現役からっていうところはね、うん、もう全員がそうだけども、まあまあもう、はい、あの素敵な引退セレモニーですか、そうそうそう、でもまだ現役続行だからね、はい、NBAB 引退っていうだけだもん、あ、そっか、そう、だから独立リーグとか下手したらまたどっかでやるかもわかんないからね、はい、結構今解説とかね、まあ、入ってて聞いてますけど、そうそうそう、まあ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 それは仕方ないね、はい、最後の勝負だからね、で寺島、はい、ね、これも戦力外になって、はい、まあ、左はね、うん、っていうところでドラフト1位だったけども、ね、ちょっと花開かずっていうね、うん、長谷川、はい、まあ、怪我あってね、うん、
結構障害かなんか2021年手術して2軍ではいい形に乗ってるから、これ来年だね。そうですね、うんうんうん、でもこう左がねなかなかっていうところはあるけども、あの久保とかね、はい、リリーフで出てきてるからね、うん、だからそういったところではまあ長谷川を来年勝負かなっていうね、はい、ところでまあまあ優勝だからまあうちか仕方ないかなと。寺島も1回ねリリーフで光るとこあったけどね、はい、やっぱプロ野球続けるのが難しいからね。だからセリーグの中で俺が崖っぷちやなと思って一番出世したのは、まあ、山崎やな。うん、またトランプタワーに住みそうなんですもん ね、うんうん、山崎、あと中田翔が見事な復活、ね、そうでしたね、復活しましたね、うん、あと安倍ちゃんの強制引っ越しは面白かった、ね、そうですね、うん、あの話の内容的には、ね、はい、あの安倍ファンの皆さんはね、はい、何が面白いんやっていうね、うん、ヤジが飛んできそうだけどもね、はい、まあ、でも活躍としても素晴らしかったですからね、うん、あと広島の3人はちょっともう本当頑張んないとね、うん、あと阪神の2人は環境変わってどうかっていうところだね、はい、うん、でネオはねあのピッチャーになってどこまで頑張れるかまた来年楽しみだね、はい、っていう感じかな。そうですね、うん、はい、またあれですよね、オフシーズンにあの来年の崖っぷちの方も発表するんですよね。そう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 、 そう、 そう、 うん、でも箱間さんもね、はい、フリーになってから崖っぷちだったけどもう今タワマンでコーヒー飲んでんだよ。そうなんですか。あの東北放送やめて崖っぷちになって帰ってきてセントホースとか入ってニュースやってたけども、うーん、で崖で頑張んなきゃって言ってもう今タワマンでしょ。写真集も出してるし、タワマンにも皆さん写真集、タワマンで写真集読んでますからぜひ買ってくださいね。ありがとうございます、お願いします。はい、さよなら。